どうも MJ です。今作から追加されました新しいパワーアーマーエクスカベータの入手方法を簡単に紹介していきます。自身が着用していますパワーアーマーがエクスカベーターパワーアーマーとなっております。エクスカベーターの入手方法は設計図を入手しまして作成する形となります。マップで言いますと一番南にある場所となります。こちらがですね、ガラハン工業本社となります。付近に近づいていただきますと、エクスカベーターを作成するというクエストの方が発生するようになっております。クエスト内容は、エクスカベーターを作成しまして、スキャンして登録するというクエストとなります。クエスト報酬には、パワーアーマーステーションの設計図も入手できるようになっております。で、エクスカベーターを作成するには設計図が必要となっておりまして、クエストを進行していただければ作成が可能となっているんですが、目の前にありますターミナルから設計図を入手する形となります。通常であればこちらの施設内にはパワーアーマーフレームの方が1台常備されている状態となっておりますが、先にクエストをこなした方がいるようで、現在パワーアーマーフレームの方がない状態となっております。エクスカベーターの設計図を入手しますとパワーアーマーステーションの方で作成の方が可能となります。作成の必要条件としましては、ジャンクやブラックチタンが必要となってきます。ブラックチタンはこちらの施設内にありますので、そちらで入手していただければ、こちらのパワーアーマーステーションで作成が可能となっております。ブラックチタンは入手が困難となっておりますが、こちらの部屋の奥にブラックチタンの鉱石がありますので、こちらで採掘することができるようになっております。簡単なご紹介となりましたが、エクスカベーターの入手方法となります。
クエストを進行していただきますと、エクスカベーターを作成できるようになりまして、パワーマーステーションの設計図も入手することができるようになっておりますので、少しでも参考になればと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。